はい、ゼイチェンです。今日はですね、糸満市にあるビビビーチを紹介していきましょうね。まあ、沖縄のビーチっていうのはね、天然のビーチと人工のビーチってあるんですけども、この今回紹介するビビビーチは人工のビーチの方になります。まあ、施設がしっかり管理されてるよっていうビーチですね。まあ、糸満市にあるんですけども、まあ、糸満市はね、沖縄県の一番南に位置する市 で、ビビビーチはその一番もうね、南のこの糸満市の中でも一番南の方にあるビーチになります。まあ、那覇空港からだと大体40分か45分ぐらい車でかかるようなところになりますね。まあ、隣にね、チュラサンビーチっていう豊見城市にあるビーチがあるんですけど、そことね、よく似てるんでね、結構間違えられるんですけども、ビビビーチは糸満市にある、まあ、サザンビーチホテルっていうところの前にあるビーチですね。はい。まあ、そんなビーチをちょっと今回は紹介していこうと思います。はい。で、まあ、特徴なんですけれども、まあ、まず一つ目がね、まあ、団体のお客さんだったりとか、あとまあ家族連れですね、小さいお子さんいるよとかっていう人たちに向いてるビーチです。まあ、なんでかっていうとね、団体の人たちってまあ100名ぐらいね、バーベキューができる、100名収容できるようなバーベキューができる、あずま屋っていうね、施設があるっていうのがあったりとか、あとね、泳ぐところがね、マリンアクティビティあるところと遊泳施設ってちゃんと分かれてる、2つあるんですよ、ね、見えてるところ、これ左側ですけれどもという形で分かれてるので、非常にね、団体の人たちが泳ぎやすい、楽しみやすいということがあります。あと芝生のね、広場の設備っていうのもあるので、そこでね、サッカーしたりとかっていうこともできたりとかっていうのがあるので、まあ、団体のお客さんが向いてるのと、あと家族連れですね、ここね、施設管理されてるっていうのが中でもね、防波堤がしっかりされているので波がね、穏やかなんですよ。だから波がそんなに高くないので、小さいお子さんが波打ち際で遊ぶこともできますし、さっきもあったようにマリンアクティビティのところと遊泳区域っていうのがね、しっかり分けられてるんですよ。物理的に分けられてるんですよ。だから波がね、いきなり、まあ、マリンアクティビティしてるところも波がすごい強くなったりとかっていうのもないし、すごいね、遊びやすいようになってます。家族の方、小さいお子さんがいるまあ、深くもなってないですからね。なのでそういった意味で、まあ、もちろん防護ネットとかね、そういったのもありますし、施設もしっかり管理されているっていうところで、まあ、団体だったりとか子供連れの方々のご家族だったりとか、そういう人たちにはすごい向いてるなっていうのビーチになりますね。で、あと、もう一個がね、浮か始まってってね、無人島にね、ツアーが出てるんですよ。なので、まあ、そこは一つですね、恐竜のね、化石がある無人島なんですけれども、そこにツアーが出てますので、これさっきね、似てるって言ってたチュラサンビーチも出てるんですよ。この2つのね、ビーチから出てるんですけども、まあ、そういった意味でもね、ちょっと似てるなと思うんですが、まあそういうツアーが組まれてるので、この2つの特徴があるよっていうビーチになります。はい。まあ、このチャンネルでもね、こんな感じでちょっとね、今見えてる動画の通りでね、カットとかいっぱい入れてね、ちょっとおしゃれにっていうのはできないんですけどね、ワンカットで基本映像を流して、まあ、雰囲気だったりとかギャップをなくそうっていうようなね、目で作られてます。まあ、よくね、狭いと思ったけど行ったら広かったとか、広いと思ったけど行ったら狭かったとかね、そういったギャップだったり、この雰囲気もね、全然感じられないっていうのがあると思うんですけど、まあ、動画ってね、やっぱ海とかビーチとかね、見せるときにはね、すごくね、雰囲気とか伝わりやすいと思うんですね。なのでぜひね、最後まで見ていってもらって、計画立てるときとか、あとね、まあ、本当に行ったときにどんなかな、行ったときと、まあ、感覚がね、ワンカットなのでね、全部雰囲気つかめると思うので、ぜひ参考にしてほしいなと思います。はい。じゃあ早速ね、ビビビーチ、まあ、基本情報からね、紹介していければなと思うんですけれども、まあ、施設のね、開園時間っていうのが朝の8時半から夜の8時30分まで、まあ、一緒ですね。朝8時半から午後の8時半までっていう形でなってます。はい。で、まあ、11月から3月まで、まあ、オフシーズンですねっていうのは6時半には閉まっちゃいますよっていうことです。で、ここね、使うときには駐車場、まあ、車で来た方は駐車料金500円払わないといけないので、そしたら入ります。ただ、まあもちろん、ね、タクシーとかバスとかで来た場合は全然問題なくて、そのまま無料で入りますので、海の利用料じゃなくて駐車料金ですね、が500円かかるよっていうような形になってます。はい。で、ビーチの、ね、遊泳時間、泳げる時間ですね、は9時から6時までっていう形になります。朝の9時から6時までですね。で、これオフシーズンも全部そうです。で、ただ7月と8月だけは午後の7時まで。なので朝9時から7時までという形で1時間伸びるよというのが7、8月ですねという形になります。はい。で、まあ、バーベキューの、ね、利用ができるよということをさっき伝えたんですけども、バーベキューの利用というのは午前の10時から夜の8時までという形になってますので、ここはまあね、オフシーズン、これは4月から 10,
10月で、でオフシーズンっていうのはまたあの10時から6時までという形になりますね。まあ、さっきのね開演時間と、うん、まあ、30分だけずれるだけですね。はい、まあ、これ概要欄にもちろん載せておくのでぜひ見てみてくださいね。はい、でちょっとね1個注意が、休演日っていうのがあります。オフシーズンの11月から3月までは毎週火曜日と年末年始っていうのはあの休みになりますので、そこだけ気をつけてくださいね。はい、まあ、あの夏場はねずっとやってますんであんまり気にしなくてもいいんですけれども、冬場にあの遊びに行こうやつだっていう時に火曜日だったり年末年始だったらあの施設空いてませんのでね、そこだけ気をつけてもらえればなと思いますね。はい、で次ね、さっき言ったあのマリンアクティビティなんですけど、あの、まあ、団体だったりご家族で行ったらね、まあ、マリンアクティビティやりたいと思うんですけど、このビビビーチもね、まあ、マリンアクティビティしっかり充実してます。はい、であのまずねさっきもあったんですけども、まあ、一番ねあのおすすめは無人島の冒険ツアーっていうものですね。この無人島っていうのが浮賀波島っていうところで、クジラのね化石があるあの島なんですよ、無人島なんですけどね。そこに、まあ、行くっていうツアーなんですが、まあ、時間としては大体60分ぐらいで、料金が3000円っていう形ですね。これ税別です。はい、なのであのまあこれね、あの行って、まあ、なんでね恐竜のね化石があるかっていうの分かってないみたいなんですけれども、まあそこにね渡っていくツアーがあるという形ですね。まあ注意点としてはね、まああのオフシーズンとかはねちゃんと電話1本入れた方がいいよっていうのと、あとあのまあこの無人島ね足場がねすごいゴツゴツしてて危ないので、もう本当に草履とかで行ったら怪我してしまうかもしれないんで、マリンシューズちゃんと持ってた方がいいよっていう形ですね。まあ、今見えてるところから行くような形になりますね。うん、で、今見えてるところ、ここがね、泳ぐところです。まあ、さっきから見てるところ、さっきね、左側のところっていうのは、あの基本的にはマリンアクティビティやるところで、ここがね、あの遊泳するところですね。はい。という形です。やっぱ広いですよね。円になってね。で、波も穏やかです。すごいね。うん。はい。じゃ続きいきましょうね。マリンアクティビティ。他にね、マリンのパックっていうのがあります。バナナボートだった体験シュノーケリングビッグマーブルっていうのができるあのパックになってるものがあって、これがね、全部合わせて6000円になってます。結構ね、これはね、そんなにね、高くないなっていうイメージですね。うん、まあ、お手頃価格っていう感じじゃないですかね。他の、あのビーチに比べてもね。はい。で、あとはまあ、もちろん体験シュノーケリング、バナナボート、ビッグマーブル、シーカヤックっていうのも個別でね、できるよっていう形になってます。まあ、ここもね、価格ね、体験シュノーケリングとか5000円とか、あとバナナボートも1500円とかっていう形、まあ、概要欄に貼っておくんですけども、そんなに高くないです。うん。まあ、むしろね、まあ、安い部分もあるので、ここはね、そんなに、まあ、高くないので、気にせずね、遊べると思いますね。はい、という感じです。で、あとね、レンタル用品についてもちょっと話していきたいんですけど、まあ、浮き輪とかゴーグルとかね、そういったものもしっかり借りれるようになってて、あとシャワー室ね、5分200円という形で使えるようになってます。はい。まあ、レンタルの部分っていうのも、そんなにね、不足してるような形で、まあ、やっぱり、しっかり設備管理されてるところなので、売店でね、ちゃんとレンタルできるようになってます。まあ、サッカーボールとかバレーボールとかバスケットボール、まあ、もちろんバスケットボールはコートもついてますから、そういったの1時間700円とかで借りられるっていうのも一つポイントですね。うん。まあ、サッカーボールとかね、こういうボール系とかっていうのは貸さないっていう、貸し出ししてないっていうところが結構多いので、まあ、ここはいいかなと思いますね。はい。で、今見えてきてるようにね、ビーチバレーのコートがあったりとか、まあ、砂浜がすごい広いので、遊泳区域のところっていうのはね。うん、なので、まあ、家族連れだったりとか、団体の人たち向けっていうのは、こういうところでもね、やっぱ、ポイントになりますよね。うん。やっぱ、多くで来た時にはね、砂浜が狭いとね、あんまり遊べなかったりするんでね、楽しめないので。で、ここのね、これ今砂浜側ですけども、反対側には、バスケットコートがあるようなね、広い芝生だったりとか広場がありますんで、もう両方で遊べるっていう感じでね、うん、すごいですよね。広さがすごい広いビーチになりますね。はい。ではね、BB ビーチの紹介っていうのは以上になります。まあ、特徴としてはね、何回も言ってますけれども、まあ、団体だったり家族連れの方々向けだよっていう人工のビーチですね。施設かん、しっかり管理されてるので、まあ、そういったビーチなので、団体と子供連れの家族向けにはいいよっていうところと、あとは浮賀波島っていうね、無人島のツアーがありますんで、マリンアクティビティするんだったらそこにね、ぜひ参加してみてほしいなと思います。はい。まあ、今回以上になります。まあ、このチャンネルではね、まあ、
他にもね、毎日ね、ちょっと沖縄の情報っていうのをまあ発信してたりとか、あとこういう形でね、まあビーチとか海とか観光施設とかね、そういうスポットですね、沖縄の。そういうところっていうのはまあ動画でね、ワンカットで見せた方がまあいいかなと、わかりやすいかな、雰囲気とかつかみやすいかなと思ってるので、そんな作りになってますんで、まあぜひね、他の動画も見ていただければなと思います。はい。じゃあ今回は以上になります。